く締めよう。雷鳴よ、火球よ、当たれ。よし、いい調子だ。全力で受け止めよう。よし、いい調子だ。いい調子だ。全力で受け止めよう。調子だ。片付いたな。ティーダ、どこだ？あのガキならピンピンしてるぜ。あんた、
ティーダの親父さんだな。ティーダをどうした？どうもしねえよ。今のあいつと戦っても意味がねえんだとよ。ティーダはあんたとの決着を望んでいた。戦わずに逃げ出したのか？笑えねえ冗談だな。こっちはいろいろ邪魔されてむしゃくしゃしてんだ。ちょっくら相手してもらうぜ。仕方ない、相手を。楽か！あれだ！マジかよ。よし、いい調子だ。やるじゃねえか。さあ来い。続けようぜ。あんたとは戦わない。は？なんだって？手を合わせて分かった。あんたが本気でやりたい相手は俺じゃない、ティーダだ。俺を代わりにするくらいならなぜあいつの覚悟を受け止めてやらない。ひよっこが生意気な口聞きやがる。しかし痛えとこをつくな。どこ行く？道がな、見えちまったんだよ。誰かさんのおせっかいのせいでな。やっぱよ、こうすっきりしねえときはガツンと行くのが一番だな。フリオニリュウ、大丈夫か？なるほど、さすがは親子だ。よく似ている。